こちらはピラニアです。このように小さな水槽に入れて観察しています。泳いでる泳いでる。ピラニアといえば鋭い牙で肉を食い荒らすイメージがありますよね。実際に野生でも集団で小さな動物を襲って食べてしまうと考えられています。恐ろしいですね。というわけで今回はこのピラニアを使ってある実験を行います。こちらの水槽にこの自分の指を入れるとどうなるのか検証します。このピラニアが指に襲いかかってくるのか気になりますね。というわけで早速やっていきましょう。ほら、反応するでしょうか。お、臆病なのか水槽の下の方に固まっています。優雅に泳いでいるだけで全く襲ってきませんね。ほら、襲うことはありません。実はこちらの一般的なピラニアは非常に臆病な性格をしており、普通に指を入れただけでは噛みついてくることはありません。ただそんな意外と臆病な性格をした魚ピラニアですが、動物の血の匂いを嗅ぐと性格が荒くなると考えられています。というわけで今回はそんなこともあろうかとこんなものを用意しました。医療用の洗歯器具です。血液を少しだけ採取するときに使う医療用の針ですね。指に当ててボタンを押すと指から少しだけ血液が取れます。それでは実際にやってみましょう。ほら、おお、出てる出てる。指を揉むと血液が出てきますね。それではこちらの血液を水槽に入れます。ほら、お、血液に反応していますね。おお、暴れてる暴れてる。明らかに先ほどまでとは動きが違います。血の匂いに反応していますね。興奮してる興奮してる。ほら、うお、ほら、うお。一瞬だけピラニアがアタックしてきました。頭突きされただけで噛みつかれてはいませんが、確実に狙ってきましたね。おお、狙ってる狙ってる。うわうわうわ。こいつらは小さいのでまだ安全ですが、大きなピラニアだと危険ですね。うお、うお、うお、
血液を嗅いだ瞬間、性格が変わりました。おお、反応してる反応してる。かわいいですね。せっかくなのでこちらの餌用のゴキブリを与えましょう。ほら、おお、襲ってる襲ってる。こちらの足も与えます。